台湾初の自国建造潜水艦1番艦のハイ君がついに動き出したとの情報をキャッチしました。今回は、そんな台湾初の自国建造潜水艦、ハイ君の性能を詳しく見ていきます。なんだか、X 火事は、日本の潜水艦に似ているように感じますし、親しみが持てますね。台湾海軍は、動かせるのかも気になるところです。アメリカ海軍が全面バックアップしています。あとは P3C が必要だよね。古代中国創造上の巨大魚の名を持つ台湾で初となる国産潜水艦ハイ君海鯤型1番艦が9月28日、台湾南部高雄の造船所で進水式を迎えました。この建造計画は、蔡英文総統が熱心に進めたものでした。進水式での祭祀は念願叶ったということか、感無量だったようです。ハイ君潜水艦は言うまでもなく、近年、台湾の武力統一を示唆している中国習近平体制への強力な牽制になると思われます。中国は、台湾の潜水艦に身の程知らずと非難しました。しかし、逆に言えば、中国にとってかなりの深刻事態なので、過敏に反応したのではないかとも見られているのです。通常動力型潜水艦のハイ君は、その名にふさわしく、通常型としては大きい艦隊です。と言っても、同タイプの海自最新型潜水艦タイゲイ型よりはちょっと小さいようですね。特徴としては、タイゲイ型と同様、高性能リチウムイオン電池採用により2週間ほどの連続潜航可能と推測されること、アメリカの原潜に搭載される最新戦闘システムを採用していること、さらに、高性能長距離誘導魚雷、射程約 50km を装備していることでしょう。兵装の中でも、MK48 魚雷は、時速70〜100km、敵が回避しても、再指令によって、何度も攻撃を繰り返す、しつこい魚雷です。もはや、水中対艦ミサイルとみなしても誇張ではないほどのスペックではないでしょうか。アメリカの最先端技術が使われているので、タイゲイ型よりも高スペックではないかと考える防衛軍事関係者も少なくないとか。台湾は潜水艦を自前で作りましたが、建造のノウハウはありません。ではどうやって作ったのでしょう。アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、スペイン、インド、韓国の7カ国が協力したという報道がありました。つまり民主主義勢力連合というわけです。噂では、日本にも参加要請があったらしいのですが、対中関係などに鑑みて、軍事的協力は断ったらしいが、民生レベルの技術協力という名目で応援している可能性はあると囁かれています。作れなければ外国から輸入すれば?という声もあるようですが、台湾は国際的にも非常に微妙な存在なので、潜水艦の完成品を外国から輸入するとしても売却する国はほとんどないでしょう。世界の多くの国は中国との国交を選んだため、建前上は一つの中国の原則に従って台湾と断交しています。日本もそうです。なので、台湾へ武器を輸出することは一つの中国体制を踏みにじることだと中国側が猛反発、巨大市場を武器に貿易制限中止の報復に出るのがいつものやり口になっているのです。実例として、オランダ潜水艦を売却と、フランス、1980年代に、軍艦やミラージュ戦闘機を販売が、中国の経済制裁で、ダメージを受けています。例外はアメリカです。台湾の安全保障を謳う国内法、台湾関係法を理由に、中国の反対を無視して、台湾に武器輸出を続けています。正面から対決は、しないけれど、全面的に認めるというわけではないという、アメリカの上手な方針でしょうね。そういえば、国内法を盾にして外国を脅すのは中国も同じですよね。いずれにしても、台湾が潜水艦建造クラブに入り、自前で量産できる国になった事実は、中国にとって最大の衝撃だったでしょう。台湾が輸入使用したら、輸出しそうな国を経済制裁で脅し、中止に追い込めたでしょうが、自前となれば脅しも効きません。台湾は、
好きな時に好きなだけ潜水艦を作り配備できることになったのです。ロシア・ウクライナ戦争を見た台湾は、潜水艦のような重要な兵器はできるだけ自前で確保するのが安全保障の肝と痛感したのでしょう。自国で潜水艦を建造した台湾には、次はスタンドオフ巡航ミサイル用の潜水艦を開発という気の早い話題も飛び出しています。スタンドオフミサイル最大のメリットは、敵の射程外から狙える距離の長さです。中国が機上陸作戦に出るとしたら、ミサイルやドローンの攻撃対象になるのは、空軍基地やレーダー、防空設備、軍港などが当然で、敵の耳目と反撃手段を叩くのが戦術の定石です。このため、台湾は反撃能力の確保にも熱心で、中国大陸に届く国産の対地巡航ミサイル、射程約 600km の量産を開始しました。また、射程 1200km の改良型も開発中ということです。中国本土でのターゲットは、台湾海峡沿岸の福州、アモイなどの主要港湾都市とみられます。また、ミサイルは、中国側から攻撃し、憎い台湾島南北の険しい山脈の向こう側、東海岸に配備して、相手を攻撃する狙いがあると推測されます。両地点は十分射程内ですが、巡航ミサイルは、撃墜回避のためジグザグ飛行をしますから、最大射程の半分から7割程度が有効射程距離と言えましょう。軍用トラックに搭載できる移動式ミサイルで、狙い撃ちされにくい一方、中国工作員の破壊行動などに遭う危険性はあります。となると、台湾は潜水艦にスタンドオフミサイルを搭載し、反撃手段の切り札にしようとするだろうと推理する向きもいます。しかも、10発以上の搭載を目指しているという説もありますし、さらに、射程 1200km の巡航ミサイルを潜水艦に積めば、黄海まで進出して首都北京を再伺うことも不可能ではないと思われるのです。この潜水艦の存在自体が、中国への強力な抑止力になることは間違いないでしょう。万が一北京を攻撃されたとなったら、共産党指導部の権威は失墜間違いありません。ある人が想定した台湾有事が起きた場合のシナリオを紹介しましょう。中国指導部を戦意喪失させるため、中国の空母や強襲揚陸艦などの撃沈を目指して台湾潜水艦は攻撃してくるだろう。以前は台湾有事になっても全面戦争を避けたいアメリカは、中国軍艦への直接攻撃はしないだろうし、台湾には老朽潜水艦が4隻だけで全く勝負にならないと考えられていた。しかし、もはや状況は変わった。アメリカが制止しても、台湾が自衛権に基づく反撃として複数の海軍級で出撃すれば、中国海軍は対潜戦能力では劣るから行動を制限されてしまう。太平洋側への展開はおろか、艦艇は軍港から出ることすらできなくなるかもしれない。そして万が一にも大切な空母が撃沈されてしまったら、侵攻作戦を主導した習近平国家主席は一気に権力の座から引きずり下ろされる公算が高く、侵攻作戦も中止せざるを得ないと思われる。台湾有事になれば、日本、アメリカ、イギリスなど多くの西側潜水艦が水面下で密かに台湾に加勢するだろう。台湾潜水艦が前面に出て、中国の空母や大型軍艦の太平洋展開を阻止すれば、台湾東部太平洋地域で中国が制空権を握るのはほぼ絶望的。となれば、この海域に進出した中国潜水艦は、西側の潜水艦や追潜哨戒機に次々に発見されて、撃沈される可能性が高い。潜水艦とは火中の火だから、仮に潜水艦が西側連合軍に撃沈されてしまっても、西側が撃沈したとは中国が公言できっこない。自軍の弱さをアピールするようなものだし、ごまかそうにも海中の出来事なので証拠もでっち上げにくい。身動きが取れなくなってしまうわけだ。こうなると台湾を海上封鎖し、兵糧攻めて締め上げるというシナリオは瓦解してしまうだろう。台湾の潜水艦建造に関しては、中国側に機密が漏洩したとリークされたり、
2027年までに5隻以上を量産して中国の脅威に備える予定らしいなどという話がヨーロッパあたりの防衛関連業界から漏れてきたと聞きますし、情報戦でも駆け引きなどが激しくなっているようです。一つ言えることは、中国集大成の台湾武力統一への執着のせいで、台湾が潜水艦を建造したようなものですから、寝た子を起こして、藪から蛇を出したようなものですよね。